ドレスのこちらのピンクの色味が今回ゾータウン限定カラーになっております。これのこの間販売したサックスブルーの色味が本当に大人気で即完売したので、でもなんかこのピンクが結構くすみカラーでなんか合わせやすいからすごい私はめっちゃおすすめです。声が聞きづらいですね。え、私ここの下押さえてたからかな。そんな人おる？聞かれてたのかな、みんな。みんな聞こえてました？フリーサイズです。こぼこぼ聞こえる。マイクに紙か何かが当たってるのか。え、何も持ってないです、私今。なんで？あ、押さえてた？それだって、あ、みんなそれなんで、あ、すいません、私めっちゃこの下、下こうやって押さえて持ってました。すいません、皆さん。あ、ストーリーの方にぜひ載せたので、それも見てくださいっていうことです。すごい。よいしょ。急に聞こえるようになった。よかった。最近かき氷食べた？食べてないです。あんまりなんかこの夏かき氷食べなかったな。去年はすごいハマってて食べたんですけど。かわいい。ありがとうございます。最近アニメ見てますか？なんか見てたはずなんですけど全然思い出せない。ちょっと持ち帰ってちょっとチェックします。でも呪術廻戦はめっちゃハマってます。変わらずまだ暑いけど着れますか？あ、それがですね、皆さんもう来週から、あれどっちだっけな、来週から寒くなるかなんからしいですよ。です。リップ何使ってますか？今日はちょっとシャネルのリップ塗りました。はい、というわけでちょっと皆さんお、カーディガンとフーディゲットしたよ。嬉しい、ありがとうございます。4A ワンピー買うかずっと悩んでます。肩幅気になりませんかね？あ、それが私も結構肩幅気にする系女子で、なんか身長がめっちゃあるんで肩幅めっちゃ気にする系女子なんですけど、そういう私が作ってるのに肩幅は全然気にならないと思います。でも確かにここがさ膨らんでるデザインだから気になりそうって思っちゃうかもだけど、全然肩幅は大丈夫だと思います。バナナマンフィギュア買った？今年は買ってないんですね。なんか迷彩みたいな色可愛かったけどちょっと今年は買えませんでした。はい。前髪切りましたか？あ、前髪は切りました。嬉しい。前髪は切ったけど、ちょっと前髪はやっぱ伸ばそうかなって思います。ハート。え、なにこれ？ドラゴンボールみたいな、そのワンピース買えない？どういうこと？どういう意味？なにそれ？めっちゃ気になんねんけど、どういう意味のドラゴンボールな？え、これ？なにドラゴンボール？ドイツの、どのキャラ？ドラゴンボールの。なにキャラ？ベジータ様？何キャラ？気になりすぎるやん、もうそんなん。どういう意味？ボーイッシュに着るなら何色がおすすめですか？それなんだろう？え、何の？え、でも、え、フーディの話ですかね？え、ボーイッシュだったら全然この、これじゃないですか？ライトグレー？ライトグレーは結構一番カジュアル系のお色かなって思いますね。あとはこのブラックちゃんと、この子なので、一番フーディーちゃんの感じはその、あ、ワンピース、ワンピースはでもやっぱこのブルーちゃんがやっぱなんかです。全然違ったらどうしよう。
全然違うこと言ってたらごめんなさい。はい、そんな感じで皆さんぜひどうぞよろしくお願いします。紐は調整できますか？パーカー、フーディー、フーディーの紐ですか？調整できます。長さでもあんまできないかも。今この長さが結構最大で、こっから引っ張ってもっと長くはできるんですけど、こっから短くはあんまできないでしょ。シューマシン、ごめんなさい。かい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 。どこで買えますか？お、今あの私がストーリーに載せているところからサイト飛んでいただけたら、ゾータウンから購入できますし、実はあのランティナムの公式のサイトからも購入できますので、どうぞよろしくお願いします。では皆さん、またどこかで、あ、今週末のファンクラブイベント来てくださる方はそこでどうぞよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。